ビズ。日本フランチャイズチェーン協会が20日発表した3月の主なコンビニエンスストア7社の既存店売上高は前の年の同じ月と比べ1.9%増え8,617億円でした13ヶ月ぶりにプラスとなりました新型コロナウイルスの流行に伴い一部の地域で緊急事態宣言が延長され客数は低迷しましたが 巣ごもり需要を背景に冷凍食品やアルコール類などの販売が好調でした客数は3.5%減り13ヶ月連続でマイナスでした一方で1人当たりの1回の購入金額は平均で5.6%増え684円20銭で18ヶ月連続で伸びました